はい、よろしくお願いします。ネットでございます。というわけで皆さん、試合中こう自分のプレーにこう波があると思ったことないですか？またお父さんお母さんで自分のお子さんの試合を見てるとき、なんかこうすげえ波があるなと、はい、特にジュニアの選手はすごく波があります。その波自体をどうやってこうなくしていって、こうアベレージよくプレーできるようにするのか。やっぱりこの試合中に波があるとなかなか勝つことはできません。ですからまず勝つ味を覚えたり、トーナメントでこう勝ち進んでいくためにはできるだけこう波がない、アップダウンのないプレーっていうのを身につける必要があります。今日はそれを身につけるための3ポイントをご紹介していきます。まず1番目としては、自分のやりたいテニス、それから自分ができるテニス、ここのところをしっかり住み分けを理解しておきましょうというところです。で、2番目はフットワークのお話をしたいと思います。2番目はフットワークです。細かいフットワークと大股のフットワークみたいな感じの使い分けの部分をお話ししたいと思います。で、3つ目はメンタルの部分です。自分の心には考え方の癖がありますよみたいなところをちょっとご紹介していこうと思います。今日の3ポイント、頭に残しておくだけでだいぶこう、波があるプレーから安定したプレーに持っていけると思いますので、ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。はい、ではプレー中の波をこうなくすために頑張っていきましょう。まず1つ目は、自分のできるテニスと、やりたいテニスですね。こうやりたいテニスとできるテニスの区別をしっかりつけておきましょうということです。やっぱり憧れのプレーっていうのはあって、ああしたいこうしたいっていうのはたくさんあると思うんですけれども、それってやっぱりちょっとこうギャンブル的なプレーだったり、今の自分の力量では、なかなかできないちょっと憧れのプレーだったりします。で、本番の試合でやっぱりその自分のできるテニスではなく、やりたいテニスをしたいっていう思いが強すぎると、やっぱりこの入らない時期っていうのがね、出てきます。全くボール入らなくなってきたなという感じになります。それがこう波のこう下がった部分ということになってきて、なかなか、そうなってくると今度ねアップしてきません。はい、元々の安定したテニスに戻せるかっていうと、やっぱ一回こう波の下が来てしまうと、もうずっとその試合中、その試合中崩れてしまうということに往々にしてなりますので、できるだけ試合では頭の中を整理して自分のできることっていうのをたくさんやるといいと思います。で、その中で、何パーセントか自分のやりたいことっていうのも発揮できるようにしていけるといいのかなと思います。まあ、そうするとテニス面白くないやんという方もいるかもしれないですけれども、ここはバランスよくこう出していく術を覚えていくことによって、勝ちながら自分のテニスもブラッシュアップしていけるっていうことになっていきますので、頭の中を整理してトライすることが大事なのかなと思います。やっぱりジュニア選手でも勝つ子は、スピンのかけ方ですね、こう安定して攻めるっていうことが上手だったりとか、一般の方でもここ一番は結構はロブとかを使ってるなと、打ちにくいところに、送るようなロブを使ってパッシングショット一発綺麗に抜きに行ってないなとか、そういうところをちょっと、上手い人の試合を見て盗めるといいと思います。やっぱり上手い人でも、大事な局面で全部やりたいテニスをやってるかっていうと、必ずこう自分のできる範囲のテニスでなんとかポイントをつなげようという、そういうプレーがものすごく上手だと思いますので、そのあたりをしっかり盗んで、自分のやりたいプレーとできるプレーの住み分けをしっかり頭の中でしておいて、できるプレーを、今自分がこう表現可能なプレーをできるだけたくさん試合の本番で行うことをお勧めします。はい、で、2番目フットワークの話ですけれども、試合中はやっぱり省エネも大事なので、結構大股で動くってことは大事になってきます。ただ練習の時にやっぱり細かいフットワーク、微調整ができるフットワークっていうのをしっかり身につけておいて、またいつでもその細かいフットワークを出せる準備があって、あえて大股を使っていく、あえてちょっと省エネ的なフットワークを使っていったり、まあ、パワーステップというドンドンって大きく入るような動き方をしていくっていうのは大事かなと思います。細かく動けるんだけれども、あえて大きく動いてるっていうのだと安定感っていうのはそれほど損なわれないんですけれども、細かく動くことがそもそもこうめんどくさかったり、こう嫌いだったり、足を動かすのがこう嫌だと、細かく動かすのなんか好きじゃない、だから大股だけしか使わないっていうのだと、これは動かないではなくて動けないになってしまいますので、試合の中のこう波があってちょっと入らないようになった時にやっぱ元に戻すのが結構難しいです。足を細かく動かせる選手っていうのは大きく動きながらもちょっと入らない時間帯が来た時ですね、自分のボールが入らない時間帯が来た時に足を動かしてヒュッと戻すことができますので、やっぱりこのスキルがあるのとないのとで大違いですので、必ず細かいステップと大股のステップと満遍なく練習をしておいて、いつでもこの細かいステップっていうのを引き出せるようにしておく、これがものすごく、自分のこう調子の波を、作らないために大事なことだと思います。はい、次は自分のこの心の癖ですね、ここを知っておくっていうのは、ものすごく大事かなと思います。試合ってまあ、大体こうプチンと来たりとかですね、こうやる気がなくなったりとか怒ったりやる気がなくなったりって、こう似たような局面で人間ってこう感じることが多いんですね。例えば相手のジャッジにちょっとこう違和感があるなと思ったら、急にこう
イライラしたりやる気がなくなったりする。もしくは相手にこういいショット一発もらったら、あもうダメやって気分が落ち込む。大事な場面でダブルフォルトしたら、またや俺はいつもこの感じで負けるってこう気分が落ちていく、はい、こういう心の癖っていうのは皆さんこう大体いつも同じ状況で同じことを考えます。ですから何かノートにつけておいて、自分の気分が落ちるときとか、あとは怒りを感じるときっていうのを書き出しておいて、本番の試合でそうなったときに、あ怒ってしまった、どうしよう、怒ってしまったから自分のちょっと深呼吸して整えようとか、そういうふうな感じで自分の心とうまく付き合えるようにしておく。これはものすごく大事なことなのかなと思います。どうしても人間には感情っていうものがあるので、その場でこうふわっとこう感情が浮き出てきます。これはもうしょうがないことで、それはもうそもそもさっき心の癖って言いましたけど、 A さんはこういう癖、 B さんはこういう癖、僕は僕の癖っていうのがあって、だいたい同じところでこう感情がね、似たような感情がいつもあこういう時怒っちゃうとか、こういう時不安になるとか、こういう時やる気がなくなるとかっていうのが、あります。その局面局面で、あノートに書いたなと、俺はいつもこうやって思ってしまうような、平常心平常心とかってプレーができると、この試合の波ですね、またこう落ち始めたところからヒューッとこう持ち上げることができるようになります。この辺はなかなかこう奥が深くて、ちょっとこう試合中に引いてしまうと、自分が引いてこう大事に行くことによって、偶然勝ってしまったと、まあ、こういう経験をいっぱい最初の方にしてしまうと、まあ、試合の最終局面でいつもこう引いてしまう癖っていうのもね、これもついちゃいます。あここは大事に行ったから勝てたから今日も大事に行こう。だんだんこうレベルが上がってくると、それでこう決められるようになってしまって、奮い立たせないといけないんだけど、もういつも通りこう大事にいってしまって、やっぱレベルが上がってくると決められてしまうとかですね、そういうこともあります。また試合出始めの時なんかやっぱサーブとレシーブすごく緊張します。ああ前もここでダブルフォールトしてしまったなみたいな感じのが頭によぎると、やっぱりこうダブルフォールトしてしまうとか、そのあたりも心の癖だと思います。前のことを思い出してついついネガティブになってしまう。あこれいつも俺そうやわ、あそうやからあかんあかんと思ってこう奮い立たせることができると、そういう状況でもしっかりとプレーができるようになってきます。はい、以上のような感じで整理すると、試合中にこう波を作らないことですね。まずは、できるテニスをしっかりやるということです。はい、やりたいテニスじゃなくて、できるテニスをできるだけ数多くやっていきましょう。ここのところはものすごく大事だと思います。それから技術的な面ですけど、やっぱり細かいフットワークっていうのは大事にするべきかなと思います。大股で動くっていうこともものすごく大事で、パワーを伝えるためにはものすごく必要なんですけれども、やっぱりこう波があると、これやっぱ試合中致命的なので、ちょっとでもボールが入らなくなったらすぐ細かく動かして微調整をする、そのテクニックを持っておくってこともものすごく大事だと思います。で3つ目、これ結構大事なんですけど、これは各個人個人でいつも反省を繰り返しとかないと、なかなか自分の心の癖っていうのは見抜けないです。逆にこう他人からお前の癖こんなんやぞって言われると、ちょっとカチンとくるじゃないですか。なかなか認めたくない部分も出てくるので、やっぱりここは自分で、ああいう時俺はいつもこう考えちゃうな、こう考えちゃうなと、いつも同じやなと、はい、そういうことを頭に理解しておくだけで、試合中になんか同じ感情になった時に、ああまた来た来た、いつも俺この感じやねんなっていう、なんかもう一人、俯瞰した自分が現れてくると、メンタル的にものすごく安定した証拠だと思います。この感情が湧き出た時に、その感情に支配されてしまうと、やっぱりプレーの波っていうのは当然出てきてしまいますので、感情を感じている自分と、それを冷静に見ている自分がもう一人ここにいると、それだけで、だいぶその試合の波っていうのはなくなってきます。やっぱり試合中にこう波がある選手っていうのはなかなかこう勝てないです。いいプレーをしても、その波のところで、自滅をしてしまってこう負けるということになります。特にテニスはトーナメントスポーツですから、1回戦良くても2回戦がダメみたいな、まあ、こういう、波も良くないですから、絶えず平均して自分の力をね、出せるようにしとかないといけないです。試合が始まって終わるまでもそうだし、トーナメントが始まって終わるまでも、大きな波がないようなテニスを目指していくのがいいと思います。今日のようなところ3ポイント気をつけるだけで、試合中の波だいぶこうね、なくなると思いますので、ぜひ皆さん頭の片隅に置いといてもらって、こう波があるところですね、ここまで脱出できると、ものすごく成果上がっていくと思いますので、頑張ってみてください。Street.